はい、皆さんこんにちは、山野まこちゃんです。本日は提供いただきましたネイチャーハイクのカーボン製のストックを紹介したいと思います。今回のストックは少しお値段は高めなんですけれども、カーボン製で非常に軽いというところが特徴な商品です。こんな感じですね。重さはカタログ数値上は 191g、 こちら L サイズですね。ちょっとですね、長くて乗り切らないな。袋付きで 212g ですね。はい、だいたいそれぐらいで、まあ、あの L サイズちゃんとカタログ通りですね。ほぼまずどんな風に、組み立てるかというと、これはくるくる回すタイプでもパチンと止めるタイプでもなくて、こう突っ張らせる商品になります。これをこう広げて、こうですね。これで完成です。調節はここのみになりますね。ここで調節するだけ。バラすときはここボタンを押せば引っ込みます。これが出たり押したりして閉じて組み立てたりバラしたりします。でもう一つの特徴が、すごいこの下の部分が変わっているんですよね。普通はあの丸いのをつけれたりとかして、もしくは最初から丸いのがついてるんですけど、これ形変わってるんですよ。非常に泥除けの部分が変わっています。で、まあ、先っぽがちょっと残念なことにですね、あれがないんです。石突きの、あのプロテクターがないんですよね。残念ながらプロテクターがないので、このまま使うのはちょっと厳しいです。これもあくまで保護キャップなので、登山道で使うには厳しいので、残念ながら石突きの部分にはこういう別売りのプロテクターを買わないといけないですね。試してみたところ問題なく普通の商品つきますので、あのまあ何でも使えます。ただし残念なことに、あのこれは冬は使えないですね。冬は、まあ、特に北海道であればこういうスノーバスケットという大きいのをつけるんですけど、それを入れるところがないんですよ。これデフォルトでこの状態だけになっています。なので、まあ、夏限定になってしまいますね。はい、という感じになります。なのでこれちょっとあのプロテクターの部分を別売りで買って置かないと日本の登山道では厳しいですね。で、まあ、持った感じはこういう感じです。で、普通のスチールとか、あとはまあ、他の素材、一般的な素材ですと重さが 300g 近くなる中で、まあ、この商品は 190g なので、まあ、非常に本当に軽いです。手に持った時もふわっとした、本当にこんな長さがあるのかって疑うぐらい軽いです。でカーボン製なので、素材自体が衝撃を吸収してくれるので、こうトントンついた時に、まあ、肘への衝撃は、まあ、和らぎやすいですけれども、カーボンのよ弱さとしては、パキーンと急に折れたりするんですよね。まあ、どっちにしろスチール製でもそれぐらいの衝撃加われば曲がるんですけれども、まあ、これはもう曲がらずに一気にパキンと折れちゃいます。カーボン製は、まあ、そういう特性ですね。はい、まあ、なので強度は、まあ、どっちもどっちかと思います。まあ、というところで、まあ、普通のストックなので特にそんな特徴はなかったんですけれども、まあ、残念なところとしては、さっき説明したプロテクターがついていなくて、まあ、泥除けとか冬用のスノーバスケットが取り付けられないというところが非常に残念なので、まあ、夏山限定で、かつ男性は正直カーボンじゃなくても重さは気にならないんですけれども、まあ、女性であればやはりより軽い方がいいと思うんですよ。腕の力がないので。なのでこういうカーボン製は、まあ、ちょっと高いんですけど、女性の方がおすすめです。まあ、ちょっと残念なところはあるんですけれども、一般的な大手メーカーのカーボン製のストックだと、まあ、1本で8000円ぐらいとかするので、まあ、それと比較すると安い商品だと思います。でこの今回の、まあ、紹介するネイチャーハイクのブランドは、まあ、中国の本格的なアウトドアブランドで、テントとかもいろいろ展開しているので、まあ、比較的信頼性は高いと思います。はい、いかがだったでしょうか。もし役に立ったなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。